皆様こんにちは。東コンミュージックチャンネルの時間です。ご案内はいつものように東京コンサートアーティストピアニストの本田誠二です。今日は素敵なお客様をまたお迎えしました。チェリストの山澤圭さんです。こんにちは。よろしくお願いします。久しぶりにお会いする感じなんですけど ね、前回も確かにメシアの現代曲かなんかご一緒させていただいたと思うんですけども、山澤さんといえば結構現代曲というイメージが私もあるんですけれども、新作、全くのね新作なんかを演奏される場合っていうのはすごく多いんでしょうか？そうですね、やはりチェリストの中では、多い方なんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。そんな山澤さん、チェロは始められたきっかけっていうのはいつ頃でどんな感じだったんでしょうか？チェロを始めたのは小学校1年生の時でした。はい。母の影響で東方の子供のための音楽教室に、5歳の時から通っていまして、はい、で小学校1年生の時にピアノかバイオリンかチェロどれかを、専攻楽器として選びなさいみたいな時があったんですね。はい。で僕はチェロを選んだ。それはどういった動機だったでしょうか？それは、特にその時は何も考えてなかったんですが、まあ、言い出したらそういうものですね。後から思うと、やっぱピアノとかバイオリンっていうのは何か見たことある、はい、でもこのチェロは何かあんまり知らないっていうところから選んだんじゃないかなというふうに思っています。なるほどね。そうか、そういうきっかけでチェロがね、もう言ってみれば山澤さんの愛機という感じで、今日は今ねここにチェロを持ってきていただいてるっていうのはどうしてかと言いますとですね、山澤さんが今日この東コンミュージックチャンネルで演奏していただくのはチェロを全く使わない曲なんですよ。でチェロを全く使わないからチェロなしでいきましょうかっていうこともあったんですけども、それだとちょっともったいないということと、それから山澤さんと現代音楽、双方と言ったりしますけども、ちょっとチェロを面白い使い方をするということも伺いたくて、それで今実はインタビューコーナーなんですけども、楽器を持ってきていただいているということなんです。でさて、それで現代音楽への興味ということをちょっと伺いたいんですけども、はい、普通にねチェロのクラシックの教育を受けられて、そして東京藝術大学へというふうに進まれているわけですけれども、いつ頃からこの現代音楽、しかも相当今日演奏していただく曲もそうなんですけども、相当激しいそのアバンギャルドの曲に興味を持ち始めたのはいつ頃だったんですか？そうですね、僕は芸大の附属高校、はい、芸校に入りまして、その時はその20世紀以降の曲なんて全然知らなかったんです。もう伝統的にもうねベートーベンとかブラームスとかそういう感じだったんですね、はい。で、ある日ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲という、素晴らしい曲なんですけど、初めて聴いて、おこれはすごいとなって、はい、そこから近代の、音楽にまず興味を持ち始めます。近代というと、じゃあプロコフィフ、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチ、こんな感じの、そうですね、やっぱ春の祭典、分かりやすく現代の入門で入ったんですけど、はい、ちょっとその後がこう少しずつではなくて、ちょっといきなり前衛的なところに進んだ、はい、作曲家がいまして、前衛というと何年頃？それ、そうですね、1980年90年ぐらいの曲だと思うんですけど、はいはい、川島元春さんの作品なんです。はい、ある日音楽の友社で川島さんの特集というか、記事がありまして、はい、それを読んでちょっとなんか笑いの音楽とか演じる音楽とか書いてちょっとなんか面白そうだなと思って、でネットで川島さんを検索して、はい、聞いた曲がありまして、はい、それはインベンションというタイトルなんですけど、はい、歌曲なんですけれども、はい、伴奏がティンパニ、はい、と歌のため、しかも歌詞が全部ハだけなんです。はい、ハといういろんな漢字、はい、葉っぱの葉とか、あ、なるほど、刀の葉とか、それを並べて、これを歌詞だと言い張って、歌曲にしてしまったんです。川島さん、はい、という曲とか、他にも変わった曲がいろいろネットで聴けまして、はい、面白い、こんな世界があるんだって思ったのが結構そのいわゆる新しい曲、前衛的な曲に興味を持ったきっかけですね。それは山澤さんご自身は何歳頃というか、そうですね、17歳18歳ぐらいじゃないかなと思います。なるほどね。そういうのをいきなり例えばチェロのレッスンに持ってったりっていうのはしなかったですか？しなかったですね。でもやっぱり新しい曲を弾きたいですと当時ついていた河野文明先生に、言って、はい、でこういう曲はいいよっていうふうに教えてもらったりはしました。なるほどね。
そうですか。というわけで、そもそもこのかなりアバンギャルドな、いわゆる現代音楽というジャンルに興味をお持ちだった山澤さんなんですけども、今日チェロを持ってきていただいたのはですね、一応このゲストでお迎えする方に私が質問で少しさせていただいて、事前にお打ち合わせさせていただいてるんですけども、何にこだわってるかっていうところで、山澤さんは特殊奏法マニアというような感じでこう答えてくださってます、まずこの特殊奏法ってどんなことでしょうか。そうですね、まあ一般的じゃない奏法のことなんですけれども、はい、これもやっぱり高校生ぐらいの時からこのチェロを使って何か面白い音出せないかなっていうのはとてもハマっていて、はい、で自分で何か発見したりっていうことをして遊んでいましたね。なるほど。現代音楽にもそういうようないわゆる通常の演奏の仕方じゃない、特殊奏法っていうのよく使われると思うんですけども、何でもちょっと先ほど伺ったんですけども、チェロの一番低い音よりさらに下の音が出せるっていうのがあるそうですね。ちょっと聞かせていただけますか。はい、これ聖線っていうドの音ですね。ドの音ですね。一番低い、これより低い音を出すっていうのがありまして、はい、調べたんですけど原理はちょっとわからないんですが、はい、やっていることとしては、すごく圧力を加えて、はい、左手もちょっと引っ張って弦の張力を高めているような感じなんですね。普通は逆に弦が短くなるから高くなりそうなもんなんですよね。そうなんですけど、こうまあ、ちょっと普通に弾くとこういうような情けない音しか出ないんですけど、はい、それを圧力を加えて無理やり出す、うまく噛み合うと、どうより低い、本当に面白いですね。こういうようなものとか、それからすごく変わった音が出る特殊奏法なんですか。まあ、フラジオというのはまあよく使われる、はい、これから、派生された特殊奏法がありまして、はい、マルチフォニックと言います、はい。ひょっとしてたくさんの音出すんですか。そうなんです、はい。ちょっとまず実演してみていいでしょうか。はい、不思議ですね、うん、あれ今一つの音しか弾いてない。そうなんです、ですね、原理的に。パーセン、一番上の弦だけ弾いてるんですけど、もう一種類弾いてみます、はい。原理を説明してもいいでしょうか。はい、フラジオが出る場所、フラジオというのはこういう口笛のようなこういう音なんですけど、弦をどちらかというと柔らかく押さえる、ね、軽く触れるだけで出す奏法、はい、これはまあ一般的に使われるのであんまり特殊奏法とは言わないんですけど、はい、さらにこれ倍音ですね、はい、整数の整数倍の振動数で上の倍音というものが出てくるんですね、いろんな楽器は、はい、基本的に使われるのは、はい、この辺りまでなんですけど、本当はもっと高い倍音があると、はい、うん、はい、例えばここだけでも、こういう高い倍音がここに固まっている。なるほど、もっと上の方の高次倍音ですね。それを同時に鳴らすという奏法が、声でもね、ホーミーなんかそうですね、声だけでね、実は今日こう控えてる東京コンサートのマネージャーの浅野さんなんかもね、ホーミーの名人だったりするんですけどなかなかこういう特殊奏法マニアが揃っているね、音楽事務所かなと感じがしますけども、その他にも何か面白い音とか実際にその現代曲の中で使われる奏法なんてのありますでしょうか。今日、特殊奏法からちょっと離れてしまうんですけど、はい、持ってこなかったのがすごい残念ですが、バッハ棒という弓がありまして、はい、弓が、まあ、普通こういう形ですけど、はい、こういう形になっている、うんうんうん、これによって、はい、
4つの弦を弾くことができるという弓を持っておりますが、今日持ってきてなかったのがすごい残念ですね。それはちょっと道具をね、特殊な弓を使われると、はい、そうですね。あとは、まあ、まあ先ほどのフラジオ、フラジオっていうのはありましたけれども、はい、それでグリッサンドをすると、わお、こういう音がします。でこれもちょっとやり方を変えると、はい、こういうさらにその工事倍音が鳴ったりとか、あとはカモメと呼ばれる奏法がありますね、はい、ちょっとやってみましょう、はい、あ、本当だ、カモメが鳴いてるみたいですね。というような、奏法を、日々一人でやって遊んだりしてたんですけど。なるほどね。いやまさに特殊奏法マニアとか。でもいろんなこういうね音を新しく開発していくっていうのも一つの音楽の探求っていうか、うん、なんかねクラシック音楽っていうのはやっぱりこう伝統的な、まあ、楽譜があって奏法があっていろんな積み重ねがあるからっていうんで、なるべく人のをトレースする感じっていうところが多少あるんですけども、これは新しい世界ですね、本当に。ね、はあ、というわけで山澤さんには今日は特殊奏法の解説とともに楽器を弾いていただいたんですけれども、なんと今日のトコミュージックチャンネルで、メインとして弾いていただくのは何と言ってもチェロを全く使わない曲ということなんですけども、こちらの曲ですね、川島元春さんの四角リズム法 1A、まあ、1A かな、こちらの曲というのに興味を持たれたというか、最初に出会った出会いってどんなものだったんでしょうか。これは、大学生入ってから芸大に入ってからなんですけど、はい、その当時 YouTube というのが初めて世に出たんですよね、はい、で、まあ、YouTube で見ていて、先ほど言ったように川島元春さんにハマっていたので、はい、YouTube でも検索してみたんです、川島さん。そしたら、四角リズム法というタイトルの曲を、本人では作曲者本人ではなくて木の脇道元さん、フルーティストですね、はいはい、というやはり現代曲を得意とされる、はい、フルーティストの道元さんが、はい、やっている動画がありまして、はい、それを見てこんな世界があるのかと。フルーツストがまたフルート持たすんやつですね。はい、すごいちょっとハマってしまって、同級生にこんな動画があるんだけどとか言って見せまくったりなるほどそうしてました。でこれもやはり先ほど言った、まあ、一つのきっかけで、まあ、何してもいいんだっていうちょっと思ってしまった、はいはい、きっかけとなった曲ですね。なるほどね。今日はそういうわけで何してもいいんだというふうに気づいたきっかけの曲として、この川島元春さんの曲を持ってきていただいたんですけれども、この四角リズム法 1A というのは非常に複雑というか、パッと聴いただけじゃ何をやってるか分かんないとか、山澤さんが即興でやってるように見えるので、ちょっとこれからですね、舞台を変えましてパートパートごと、つまりその楽譜がどういう風な感じで、まあ、楽譜というのかどうか作曲家の指示書に近いものなんですけども、それがどういう風にできているかっていうのを、これまた山澤さんの実演を交えながらお届けしたいと思います。さあそれではここからは本日のメインの演目である、こちらも東京コンサーツ所属アーティスト作曲家の川島元春さんの作品、これは四角リズム法 1A と呼ぶんでよろしいですか、山田さん。だと思います。 1A という感じかもしれませんね。四角リズム、はい、こちらに私もねこの楽譜というかそれぞれの指示書をいただいてるんですけども、これがかなりいろいろとね作曲家の方の指示が非常に細かく書かれていて、これ多分通しで聞いても山澤さんが即興でやってるのかなっていうふうに思えてしまうと思うので、ここはですね実はちゃんと作曲家の川島さんの指示通りやっているというのをちょっと部分部分で説明していただこうかなと思いつつ、はい、私もね、どっかのトヨタイムズじゃありませんけども非常に近い感じでこちらのカメラでも山澤さんを撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。まず使用物品などっていうことで、椅子、両足を横に出せるものが望ましい。そして靴はよく鳴るものを履くこと。そうですね。はい。それから退場時ドアの開閉を行う人たちが必要となるとなってますけども、今日はですね、こちらの東京コンサーツラボの方で、いわゆるディスタンスを測って収録させていただいているので、まあ、いわゆるステージがあるわけではないので、そのまま山澤さんには履けていただくということになっております。さて、それでですね、最初。いわゆる、ね、こういう楽譜というか、これ新しいバージョンで2020年バージョンなんですよね。そうですね。というよりも今回のために、はい、楽譜を書き直してもらったというか。素晴らしいということです。なるほど、
ということで、はっきりとこの指示書が明確になってるんですけども、何々最初が両手両足声による5種類のパルスとなっています。パルスっていうのは、まあその説明で、3連符とか4連符とか5連符とか6連符とかっていうのがあって、それが順番に照明がついてから入ってくること。これはじゃあ一番最初が左足というふうにしてるわけです。まあ大体ちょっとゆっくりめから入ると。はい、で右足がちょっとそれよりも速くと。はい、でだんだん速く、はい、で声という順番で、はい、この曲は始まります。なるほど。これあの BPM ってビットパールミニッツって書いてありますけど、まあ、いわゆるあのメトロノームご存知の方はその指示という感じで、左足が60から90の間、右足が80から120の間、左手が120から180のリズム、右手が200から300、かなり速いですこれはね。あれどころかプレストな感じですね。プレストって大体280ですからね。そして声は300から450で、どんな感じの声になるんでしょうか。タタ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 タ、すごいですね。道路工事も真っ青というような。これがだんだん重ねられる以上の順でパルス、それぞれのテンポは上記の範囲で任意だが、提示したら極力キープするを重ねていく。5種類全てが重なったら、これはそれをしばらく維持しなければいけないです。すごく大変ですね。初っ端からそういうことになるわけです。で、声の発音もちゃんと指定されていて、タタタタタというふうに山田さんね、はい、やっていただきましたけども、リズムの明瞭な発音であれば何でもいいから、カタカタカタでもいいんですけども、あんまり変えたりしないで、なるべく続くのが望ましいと。そしてややこしいんですけども、このうち今リアルにリズムを刻んで叩いたりしていくわけですけども、そのうちに空打ちリズムを入れる。空打ちってどういうことでしょうか。空打ちというと、まあ、この机を叩くんではなくて、まあ、音を出さないけど動きはあるという状態を作れということですね。なるほど。足も同様ですよね。しかも、空打ちでなければならないので止めちゃいけないんですね。そうですね。手と足は動き続ける、はい、もちろん口も動き続ける。ややこしい。すいません、ちょっとその最初の部分いただけますか。つまり5種類のリズムがあるのに途中どれかが空打ちになるというところです。なるほど。だから見てる方の、これ実際に演奏会で行われるものですから、見てる方としては、なんか動いてるんだけども、奏者の方はでもなんかそれが聞こえなくなってくると、そういうことなんですね。ただやっぱりそのギリギリを叩くっていうのはできなくて、やっぱちょっとこういうような動きにちょっと上体が上を向くような感じなので、はい、ちょっとかなり滑稽な感じになってしまうんじゃないかなとは思います。ですよね。あのシンバルを叩くお猿さんみたいな感じにちょっとなってくるわけですねそして数秒の移行を経て再び全5種類のパルスが打たれると。空打ちをランダムに入れていくんだけども、はい、さらにその後またその異なるリズムで、両手両足そして声という、はい、それが刻まれるわけです。いやなんだかね、ここまででも相当すごい感じなんですけども、そしてこの C、B と C、B というのが実はその空打ちが入っているもの、そして C は全5種類が揃うもの、これを 2,3 回繰り返す。そして徐々に全5種類が鳴る時間が減り、無音状態が増える。そして再び B のプロセスを経るんだけれども、ランダムな空白の挿入に際し連打の動きが継続せず、打たれる拍の時に動く、打たれる拍時のみ動くですか。それによりこれまで維持されていた視覚的なレギュラリティも失われ、完全にランダムなリズムが残ると。これ読んでも何のことかあんまり分かんないんですけど、ちょっとこれをやっていただけますでしょうか。それまではもう常に動いているんですけれども、はい、止まるという動作が増えるわけですね。それまでは実際に机は叩かなくてもこう動いていた、はい、しかしそれがちょっとこういう固まるような動きが増えてくると。空打ちロボットが途中でなんか電池が切れてきたみたいな感じですか、ね、なかなか動かないというような感じですかね。なるほど。そしてその次が手足声が同期するランダムなリズムというふうになっております。ランダムなリズム音型を確定させるって書いてあるんですけど、これはどういうようなことなんでしょうか。そこまでは、ちょっと遊ぶような、これはランダムな、はい、まあ、即興的なところなんですけど、あるリズム、これは特に指定はないんですけど、僕はこのようなリズムをやりました。なるほど。これ何かっていうと、はい、中学の時になんか流行ってたんですね、このリズムが、はい、なんかなんかみんなドヤ顔でやってるっていうのが中学の時流行っていて、面白いですね。それをちょっと使ってみました、はい、なるほどね。それはだからまた演奏者の任意で、まあ、ランダムなリズムと、はい、そして手足声全部のユニゾンとか、
まずは最初これ手のみで提示されるんだけれども、手と声のユニゾンでそのランダムなリズムで、最後はまた手と足と声。ちなみにこれランダムを手足声で全部やったらどんな感じになるんでしょうか。あんまできてないですね。いや難しいですね。人間というのは規則的なリズムは結構大丈夫なんですけども、ランダムなっていうのは非常に難しいのがよくわかります。でややこしいのはこの後ですね、こちらの作曲家の指示書にはなんと表が書いてあるんですけども、このランダムなコンビネーションが例えば声丸手丸足丸、声丸手丸足×みたいな感じで、それぞれの役割、つまり×というのは空打ちで、または全く動かさない、声丸手丸足なしっていうようなとこにこれをいろいろやると。でコンビネーションをこれを2回連続まではやってもいいけど3回は続けなくて、こういった、まあ、表に書かれてるわけですけども、このコンビネーションをこれもランダムにやっていくという、ね、そうですね。これもやりながら、はい、次どうしようって考えながらこう叩いてるわけです。あ、これあらかじめ決めておくんじゃなくて、本当にやっぱり次はどの、次は足お休みでとかそういうふうに。そんな感じですね。そうなんですね。すごいですね。ちなみにこれランダムっていうのはその時ごとに違うから、これは演奏毎回違うということで当然なるんですね。はい、そうですね。なるほど。そしてですね、ここだけでも大変なんですけれども、これで、この後どうなるかと言いますと、だんだんこれ大変になってくるわけです。ちょっと文字数もだんだん多くなってくるわけですけれども、一通りの反復を経過したら声と手によるユニゾンでこのリズムの音響をさらに複雑に変形していく。もう何が何だかよく分かりません。そして複雑なリズム感を手と声で継続している中、両足によってメトロノームで40から60分の拍打ちが開始される。このランダムな中にリズムが刻まれていくということでしょうか。そうですね。もう手と口はそれこそもう、まあ、好きにというかもう即興的にやるんですけど、はい、足だけはちょっと均等にというか、なるほど。でだんだんアチェランドしていくと。なるほどね。これが入ってくる。そしてアチェランドだんだん速くなるということで、ポコアポコアチェランド、まあ、専門用語になりますけども、だんだん速くしていくということで、最終的には、まあ1分間に100から120のビートですから、音楽でいうとこのアレグロぐらいでかなり速いですよね、うん、これ最初だけで相当息上がってると思うんですけども、そしてこれ声も手も激しくなり、そしてさらにクレッシェンドですから音が大きくなって大変な騒ぎになるわけですね。でこれが突如足踏みとともに停止で、その次なんですけれども、激しく演奏した直後の停止で大きく息切れしていると。息切れしていいんですね、ここは。そうですね、本当に息切れしてました、はい、なるほど。それでそこからだんだん息切れにおける呼吸と上体の動きですから、上半身の動きがシンクロいたしますとなりますが、はい、それがだんだんずれてくる。なるほど。息をしているのとそれに合わせて動いてた状態の動きがずれてくると。そうですね。息すこう体は後ろに行ってるのに途中で吐いてしまったりとか、要するにだんだん、まあ、合わなくなってくると。まあ視覚とね、それから音である、まあ、この声の音が聞こえますから、それから聴覚の方が合わなくなってくるわけですね。でしかもそれも上下逆転だけではなく、速度も加速減速を逆転させたり、急速な呼吸の連続に対しゆっくりな状態の動きが徐々にシンクロしたりといったさまざまな状態を経て、最終的にゆっくりとした呼吸と状態の動きがシンクロする。いやこれも呪文みたいですけども、まあ、途中でカオスな状態を作って、はい、またユニゾンに戻ると。なるほど。そしてこれでランダムなシラブルが介入してくると。また難しいことが書いてありますけど、ランダムなんてどんなものが入ってるんでしょうか。ちょっとつぶやくような。でこれ吸う時も、はい、吸う息と一緒に口を動かす、はあ、なんか、はい、すすってるような音ですけれども、はいはい、っていうのも加えると。なるほど。徐々にただ単にこの息が上がっている深呼吸だけではなく、そういったなんかよくわからないものが入ってくるということになるわけですね。いやこれは本当にね、普通に道端でやったらちょっと変な人に見えるんですけど、これが現代音楽なんですね。そして、状態を揃わした瞬間に両手両足を上げて絶叫、そしてフリーズという瞬間がやってきます、両手両足、両足広げるってどういう感じなんですか。なるんですけど、ちょっと足が上がりきらなかったかもしれないですね。なるほど。
なるほどね。ぜひこれはこの後の演奏通し動画で見ていただきたいと思うんですけども、でこれが IJ というふうに、まあ、それぞれあのちゃんとパートが分けられております。そしてこの次、まあ、あの最後の瞬間に入ってきますけども、両手両足の微振動とフラッター、フラッターっていうのはブルブル震えるみたいなことですけども、その震える動機が、右手から入ってくるんですね。こうあの先ほどこう止まりますよね、はい、それがちょっと振動が始まる、はい、右手から震え始める、震えてます。そして順番はで、はい、左手、左手で右足、左足、左足で、それがまただんだん動きが増えてくると、はい、でフラッターっていうふうに言いましたけど、僕は負け舌で、はい、ラーラーという音を、さらに加えると。なので初めと同じような感じですね。あの一つずつ増えてって口も一緒に、それが全部フラッター振動なんですね。ですね。なるほど。その振動の、まあ、重なり具合が出てくると。そして最初は無声音で徐々に有声音にしていくということで、これも動きがだんだん、まあ、言ってみれば重なればなるほど大きくなってくる感じなんでしょうか。そうですか。そして四肢とフラッターが徐々に激しくなり、最終的には両手両足全てが同時に震えて、声は最大音量でフラッターを行って両手両足を広げて絶叫して停止という感じなんですけども、でもこれやっぱりちょっと練習しないとできないですよね。そうですね。ちょっと練習家でもね、苦労するのは大変ですよね。ご家族とかどうしちゃったの、お父さんっていう感じならなかったですか。あのでも子供、あの僕4ヶ月の子供がいまして、はい、目の前でやったら、ええとても笑ってました。ああいいですね。赤ちゃんにはね、あのとてもねいいかもしれません。というわけで絶叫して停止で、実は普通の音楽は、まあ、そこでやるともう終わって照明が上がってご挨拶をしてというふうに上がるんですけども、これは実はですね退場まで一つの曲となっておりまして、最後は絶叫して停止した後、ものすごくゆっくりとなるべく音を立てずに注意深く退場するということになっております。今日は静かに静かに、まあ、ちょっと照明がね独特な当たり方をしているので開けていっていただくという感じになるわけですね。はい、そうですね。あのどこまで退場したらおしまいっていうのを書いてないから、これはまあ普通演奏会場とか司会から出たら曲がおしまいと。そうですね。ホールでしたら、まあ、あの舞台裏に行くまでがまあ演奏ということになるんじゃないかなと思いますけれども、はい、はい、ありがとうございます。というわけでですね、今細かくセクションごとに山澤さんに実演を交えつつこう説明していただいたんですけども、これが一挙の流れになるとどういうふうになるか、ぜひお楽しみいただきたいと思うんですけども、もちろんこれっていうのはその即興的な要素というのも入っておりますので、あの完全に一期一会の演奏です。あの二度と同じものはないという感じなので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは山澤圭さんの演奏で川島元春作曲四角リズム法 1A どうぞ。